バウンズパス受けてローソン外へ出す。さあ谷口です。谷口のスリーポイントシュートいきなり決まった。容赦序盤から火花を打ち出します。さあゴール下本村キックアウト、そしてマクリーンのスリーポイントシュート鮮やかに決まります。さあ対してここで上田とダブルチームかわしてマクリーン、マクリーンからバウンズパスローソンのランクシュート、先に2桁に乗せたのは青森です。上田とスピードがあります。高さがあるローソン強引に突破していきました。15得点をマークしました。上里からローソン、モンゴメリーとデイビスの間を現在の選手会長川谷もらってローソンゴール下マクリーン、難しい体勢、対空力があります。7点を打つ熊本のスローイン。さあローソン飛び込んできた。ローソンのバンクショット長い腕で投じていきました。マクリーンゴール下216センチ、ローソンのシュート利き手ではない右手でのシュートが決まります。さあその本村が池田にぴったりつきます。池田が動く、池田がそれをスリーカバーしていこうというところでした。ボールをキープ、落ちたボールプッシュしていきます。そして本村落ち着いている。モンゴメリーをかわし福田を避けてのシュートが決まります。さあ内田ドリブルでかわして福田が近づいていくが自ら打った難しい体勢、さすが昨日の MVP 本村が外へ出す。上田とフェイクを入れてトップの位置ローソン、ハンドオフで山本翔太、果敢なアタックキックアウト、そしてコーナー3上田と難しいシュート落としてマクリーンから上田と長いパス通った、戻して飛び込んできたのはマクリーン。今の場面です。上田とのパス、山本翔太飛び込んできてのマクリーン。上田との前にはアレックス、ピックに入るローソン、ピックアンドロールでいったローソンのダンクシュート、エンドワン。このホットライン本村なんとかボールをつないでセリフ経由で山本翔太、山本ボールを見てローソン折り返してセリフが来る。そうセリフのシュートがまず第4クォーター早々に決まります。パスを受けてローソン戻して上里、上里が狙ったスリーポイントシュートが決まった。上里面白いようにスリーポイントを決めています。今日も絶好調の上里、パスを受けて山本翔太ゴールへ近づいてフローターシュートを決めた。逆転、昨日15得点池田、アレックスこのパスをカットした。山本翔太がボールを奪ってそのままエンドワン。背番号1は一から頑張るという意味と一番のシューターになるという意味を込め選んだという、この今度は追い上げられる形になっています。熊本磯野外へ出す、ドルクパス受けてそうセリフ丁寧に長島が緩急つけてここでボールを奪った。福田から内田、内田がそのままシュートに行って一旦仕切り直し、そして司令塔上里、磯野がコーナーで受けてローソンへ、ローソンのバンクショットが決まりました。片手で投じたシュート、残りは1分になります。上里から外へ磯野のコーナー3決まった。